皆様こんにちは。奈良観光コンシェルジュの松原です。今回は奈良県大和郡山市にあります郡山城跡をご紹介いたします。こちらのお城は続日本100名城に選ばれている奈良県を代表するお城です。お城の周りには郡山城下町ということで、城下町らしい区画と古い町並みが今も残っています。場所は近鉄大和郡山駅の近くにありまして、踏切を越えてメインの敷地に入っていきます。郡山城はもともと郡山宗というこの辺りの地元の侍のお城でしたが、織田信長の時代には筒井氏という大和で権力のあった大名のお城になり整備されていきます。そしてその後、豊臣秀吉の時代には秀吉さんの命令で筒井氏が伊賀上野城へ移動し、秀吉さんの弟の豊臣秀長さんが郡山城の城主となります。秀長さんは豊臣家ナンバー2として郡山城を立派なお城に拡大していきました。そして秀長さんが亡くなって、次は徳川家の時代になると立派なお城の天守は京都の伏見城に移築されたと伝わっています。そして最終的に徳川家に仕えていた甲斐国、現在の山梨県から来た柳沢という一族がお城がなくなるまでの間城主となっていました。郡山市は金魚が有名なんですが、この柳沢市が郡山に金魚を持ち込み、全国でも知られる金魚の町になりました。昔のお城の建物は全てなくなってしまいましたが、当時のお堀や石垣などはしっかり残っていまして、その雰囲気を感じることができます。左を見てみますと立派な建物が見えてきました。それではまず最初にご紹介するのは大手門です。大手門はこちらの字で書かれることもありますが、お城の正門のことで、守備力の高い大きな門です。門といってもいろいろ種類があるんですが、こちらは矢倉門といって、上には矢倉がついています。矢倉とは敵の動きを見たり、攻撃したりする場所です。ちなみに先ほど左手に見えていた建物は、大手向かい矢倉といいまして、大手門を守るために作られた矢倉です。お城というのは敵から守るための防御施設ですので、たくさんの工夫をして守りを固めていきます。そういったところも見ながら散策してみるとより楽しめると思います。さて、門をくぐり進んでいきますと開けたところに出てきまして、右へ行くと立派な建物が見えてきます。こちらは城址会館という施設で、もともと奈良公園の中にあった奈良県立図書館だった建物を移築した県の指定文化財です。外観は和風、中は洋風の作りでとても趣があります。こちらの建物の裏には東隅櫓という場所がありまして、鉄砲座間という隠れて鉄砲を撃つための穴があります。またここには太鼓もあったという記録がありまして、その太鼓を使って時間や敵の接近を知らせていたようです。先ほどの道の正面にはお堀があり、その先にはもともと天守が立っていた天守台を見ることができます。写真スポットの一つですね。そして左手には先ほど下から見えていた大手向かい矢倉が見えます。こちらは広場になっていまして、桜の花見の時期には多くの方々がくつろぎます。桜の名所100選に指定されている郡山城は大きなお城ですので、今回はこの辺にして次回に引き継ぎます。次は本丸の方をご紹介していきますので、お楽しみにご覧ください。ありがとうございました。